んにちは。よろしくお願いします。今日よろしくお願いします。今日よろしくお願いします。座っていいんですかね。なんか硬い感じになっちゃう。なんか緊張しますね。はい、熊の学校と風船 NT の主題歌ができまして、で音楽プロデューサーの蔦谷好位さんが素晴らしいデモを作ってくださったんで、そこで今日はお二人に歌を歌っていただこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。人気キャラクターの、映画ということで、いろんな原作者の皆さんからお話も聞いたりして、多分親子でご覧になられる方が多いと思うので、例えばお父さんと子どもの関係であったり、例えばお母さんと子どもの関係であったり、もっと言えばそんな親子だけじゃなくて、何か誰かを大切に思っている人のなんか気持ちにつながればいいなというふうに思って歌詞を書きました。で大輔お兄さんに歌っていただきながら、さらにさらちゃんにも歌ってもらって、こう大人の男性のボーカルとさらちゃんの可愛い女の子のボーカルが交わることによって、本当に老若男女どの人にも伝わるものになるんじゃないかなと思って、お二人に歌ってもらおうと思いましたので、よろしくお願いします。ありがとうございます。嬉しいです。もう最初に僕この詩を読ませてもらった時に、すっごいあったかい詩だなと思って、なんかその親の愛情みたいなのがすごく伝わってくるなって思ったんですけど、その中で、この題名の「さよならでミスター」っていうのはどういう意味合いがあるんですか？本当にこうちっちゃいお子さんたちってこれから人生を歩んで、それこそさらちゃんなんかまさにそうで、これから長い未来があって、でお父さんお母さんってこう送り出さなきゃいけない瞬間があったりするような気がしていて、で実はお子さんたちってこれからもしかしたら楽しいこといっぱいあるけど悲しいこともいっぱいあったりして、人生っていろんなことがあるから、そこでこう送り出す気持ちってすごく強いものが必要な気がするんですね。でこの「ミスター」っていう言葉に込めたのは、いつまでも例えばさらちゃんだったりちっちゃい子どもたちを子どもとして扱うんじゃなくて、君もいつか大人になるし一人の大人として扱ってるんだよっていう意味で、このわざとミスターっていう言葉を使っているんです。はい、さよならだよミスターって、そのさよならってちょっと悲しい言葉じゃないですか。でもこの歌を歌ってる人たちの思いっていうのは実はすごく愛にあふれていて、これから本当にいろんなことがあるだろうけど、頑張れよみたいなことが多分根底にあって、それはいろんな方にこうつながっていく気持ちなんじゃないかなって、でその気持ちに一番近いところにいるお二人だと思うんで、多分いい歌になるんじゃないかなと思ってます。はい、なんかそのいつか子供ができて、その子供がこう旅立っていくときに、その親っていうものはずっといるものではないので、離れていってもそばにいなくても応援しているよって、いつでも応援してるんだよっていう気持ちがなんかこの歌にこう温かさとしてなんか込められたらいいなと今は思ってます。はい。さらちゃんは聞いてみてどうだった？どう？深い音楽とか低い音楽があるし、なんかちょっと寂しいところもあったりするけど、楽しいところもあるから、すごい感動した。ありがとうございます。僕は君の真っ白さに感動してますから、この透明感。でもこう何かこうなんですかね。大人はどうしても別に悪いことじゃないんだけど上手に歌おうとかなんかいろいろ考えちゃうじゃないですか。それってすごい大切なことなんだけど、でもさらちゃんがこうスッと素直に歌ってくれることが実はいろんな人に届いたりするので、一生懸命歌ってもらえれば大丈夫だと思います。頑張ろうね。